世紀の怪物、タランチュラの襲撃とは、1955年公開のアメリカ合衆国の SF 怪獣映画。ユニバーサル・ピクチャーズ作品で、制作はウィリアム・アランド、監督はジャック・アーノルド。出演は、ジョン・エーガー、マーラ・コーリィ、レオ・ジー・キャロル。ジャック・アーノルドが1955年に監督した t v シリーズ、サイエンス・フィクション・シアターの中の一編。 のフード放送等をもとに、アーノルドとその脚本を書いたロバート・エム・フレスコが原案を作り、フレスコとマーティン・バークレーが脚本を書いた。巧妙な生物学者、ディーマー博士は、助手のジェコブとランドと共に、アリゾナ州で、食糧不足に備えて、生物を巨大化させる栄養素の研究を行っていた。研究の一環として、動物実験も行われていたものの、 やがて二人の女子は自分たちを実験台にする。このうちジェコブは発達の異常を起こし、砂漠で死体となって発見される。博士はアンドリュース保安官と青年西マットに対し、ジェコブの死因は病死としたが、マットは彼の死体に先端巨大症の兆候を見ていたため、納得できなかった。さらに、ランドが発狂して、ディーマー博士に薬を投与した表紙に、 実験動物のタランチュラが逃げ出す。タランチュラは巨大化して怪獣となり街に迫る。最終的にタランチュラは空軍のナパーム弾によって焼き尽くされた。カッコ内は日本語吹き替えクレジットには名前はないがクリント・イーストウッドが空軍戦闘機体隊長として出演している。巨大動物、巨大昆虫の特撮は1950年代中期に発展した。 ディーマー博士の研究室のウサギやモルモットは実際の動物を相対物を用いて巨大に見えるよう工夫した。タランチュラも本物を使った。ミニチュア撮影は顔と牙のクローズアップ並びにナパー無断の爆撃を受けて炎上するラストシーンのために撮っておいた。その結果、前年に作られた放射能 X の巨大アリーよりは納得のいく出来となった。なお、 放射能、X とは砂漠を舞台としているなどで類似しているが、核兵器やマッドサイエンティストでなく、善意の研究がモンスターを生み出してしまうところに、相違がある。なお、監督を務めたジャック・アーノルドは、多くの人々が雲を恐れていることにヒントを得て、本作を制作したと語っており、アーノルドは、この2年後、縮みゆく人間で、再び雲を登場させている。 ありがとうございます。